皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデスティニー2遊んでいきましょう。さあ前回ですね、タイタンでのミッション希望と激流をクリアで、今日も先に進んでいきましょう。で、一旦このスロアンさん、彼女に話を聞いて、いい眺めだと思わないか。お前のおかげで無事機能している。仕事はまだ残っているがな、特に重要なのはいよいよ取り掛かるレッドリージョンへの反撃だ。作戦もある。お前の協力が必須だが、シティからの避難中、優先度の高いレッドリージョン信号を検知したが暗号を解読できない。ホリデーが解読に必要なテクノロジーは環境都市にあると言った。だがあそこは敵地だ。目隠しで行くも同然だ。あそこは何世紀も暗闇の中、分かっているのはハイブが地獄を育てているということ。想像できるだろう。それでも行くなら作戦を実行に移そう。まあ行くならっていうか行くしかないっしょ。この人ね、原作の降格機動隊ある意味めっちゃ出てきそう。で、報酬を選択、どれかを持っていける。ガントレット、チェストアーマー、これどうしようかな。全部スキルが微妙に違う。これね、これかな。近接スキルが ACD/0、フィードバックフェンス内に爆発エネルギーを貯める。近接攻撃を受けるとこのエネルギーが解放されて大爆発を引き起こす。これいこうか。くださいな。とね、装備、あ、これもだいぶ強いわ。パルスライフル、スカウトライフル、ただ15発、とサブマシンガンとガントレットと紋章ね。一応これ役に立つよう祈ってる。銃どうしましょう。この世界に武器安いんだ。めちゃくちゃ安い。そうね、サブマシンガンこれ買って、私が直接選んで仕入れた品だと、パルスライフルこれいっとこうか。壊すな。よし、で装備します。こうして、こうして、で分解して、パルスライフル、いやこれこっちが強いな。パルスライフル、あ、ただ連射か。連射を考えるとこっちが強い。よし、これでいきましょう。でも船が治るわけではないしな。さて、ここから新しいミッション。あ、ここね。次のミッション、理想郷、これ行きましょう。どっち？報告はあるか？待って、今から行くんです。理想郷、どっち？待ってね、探します。そっちか。大丈夫だ。そっちね。よし。あ、ただ敵ける。徘徊してる。まあ、ここね、バーッと抜けて。どけどけ。で、こっちね。多分その人も一緒のとこ行く。行くぞ。あっぽいね。よし。で、そこね。とね、そこに旗。あ、これあれか。あの、イベント発生してますね。待って。参加していこう。よし。公開イベント。言い過ぎだろう。なんだそれ。あ、待って、それウィザードっぽくね。操作だ。なんだこいつ。さあ、みんなでこいつをフルボッコにするんだどん。よし。まず、どうなってんだ。あ、こいつまずい。前回死んだ人。それ何？これ何？あ、敵の火球か。あー、危ね。あ、これ待って、全員死んでない？これやばいっしょ。これガチャやばいんじゃない？うわ、マジか。あー、これ行くわ。うわ、待て待て待て。
あ、これ待って、敵強いわ。蘇生させたいんだけど、ちょっと待って、一旦飛行。あぶねえ。他の、よし、他の仲間来てる。今のボッチは絶対無理だ。なんだ、ワープした、ワープした。危ない。さ、そこに。溜まりすぎだろ。見て。待って、蘇生。はい。待って、今蘇生者っぽかったんだけど、どう？できてなかったっぽいな。申し訳ない。確かに、ここまじいぞ。ありがとう。マジありがとう。どう？で、イベント完了。多分死んだっぽいね、敵はね。さあ、でですね、コンテナ。よし。ここにお宝があります。これいただいて、ナタレココ。よし。多分強いやつ。見ていこう。あ、強いわ。92。おしよし。さあ、これにして。で、そっち。次のミッション、理想郷、行きましょう。行きたいんだけど、雑魚いる。もう、邪魔をするんでないよ。落ちてた？いや、サービター。これちょっと待ってね、そこね。よし、そん中、行こう。よし、さあ、ズザーっといって、で、ミッション開始。さあ、ここからミッションスタート。CPU を持ってこい。環境都市に流れ込んでいることをホリデーが検知した。あれだけの電力を必要とするのは一つしかない。CPU のネットワーク。しかも強力な CPU だよ。おそらく私たちが傍受したカバルの信号を解読するのに十分。残念ながらそのネットワークがどこにあるのかはわからない。だから行って調査してほしいの。できるだけ気づかれないように。ガーディアン、それを確保できればレッドリージョンに対して戦況を変えられるかもしれない。できなければその先は考えたくもない。よし、さあ戦闘スタート。待って、あ、サービタちゃんか。サービタちゃんね、あの子もね、結構強いよね。待って、死んでない。おし。さあ、どこに行った？サービタ。そこね。その真ん中、そう。そこら辺が弱点。と思ったら、湧いてくる。これ敵も強いな。多分前回より強くなっている。まあ当然か。オールンはここのタイルを破壊しようとしていたようですね。ほんで？どっち？そこね。これか。これ何？どうなってんの？あ、普通に割って、で、こっち側。環境都市のオペレーティングシステムがオンラインになったようです。やっぱり OS アクセスターミナルを探して CPU ネットワークの場所の特定に使えるはず。もしこんなか。どう、敵いません？どっから湧いてくるか。さあ左右確認して、ここも植物、これは支配してしまっている。ただだいぶ静かよ。意外と敵いませんね。いいの、行っちゃうよ。あそこです。アクセスターミナルの一つです。よし、これか。
CPU ネットワークはメンテナンス界の奥です。アマンダ、探し物はこれですか？それそれ、それだよ。わかりました。では下へ降りる道を探します。さあどう行こうかね。CPU って言うと最近ライゼン。あれが結構話題になりましたね。AMD の。そのうち自分も組んでみようかな。これ待って、これそっち行ける？こっちか。いや、こっちではない。あ、行けますね。暗いけども降りていける。あー、で敵が湧く。まあ、そのリスポーン制限急すぎ。パンチ。でそっちか。よしよし。さあ次は、まだまだ来てる。よし。とね、そこにないと。そっちか。高みの見物、待ってね。まず先にザコを減らしておきたい気がする。よし。うん、隠れるもダメそれ。そこにフラグ。さあここでショットガン。どう？オーケー。そうショットガンでだいぶ強い。近距離でぶち当てる。でリロードして、ただリロード遅いんだ。これはたまに傷で、そこなんかいますね。いるよね。あと待って、あれなんだっけ、ウィザード？マジか。待ってね、こいつに気を取られているとまずいことになる。よし。とそこね。あ、これと。オッケー。さあどうかな。ほんでこの下、ここか。背後が近道を掘ってくれたみたいですね。その穴から降りてみましょう。このゲーム結構暗いとこ行くね。そうだな、通信を最小限に抑える。不必要に敵の注意を引きたくない。なんでそんな恐怖を煽るようなことすんの。あ、で再びナイト。よし。なんぞなんぞ、後ろ。あぶねー。さあ弾取ってこの先。あ、またあいつか。シュリーか。あいつはやべっしょ。どうする。あぶねー。どうするっつってもやるしかないんだな。もうちょいもうちょい、非常にもうちょい。待ってね。パンチ。さあもうちょい。どう？オッケー。あれがね、例えば並んで3つとかあったらもう突破できんぞ。でそっちね。このゲームに結構ホラー要素ありますよね。よし。とその奥。でそのバカちゃん、あいつダメダメ、寄っちゃダメ。いってな、なんだなんだ。あの奥からなんかどっかのかしてるんだ。なんだあいつ。いやらしいはないと。よし、一匹。チキンすぎない？なんかナイトっていう名前が泣くよね、あんなの。
下にもいるし。よし。で、弾がない。さあ、ここはね、ちょっと寄っていこうか。こっち。さあ、ここで無双タイム。どう？どこ？もう死んだ？うん、全員死んだ？よしよし。そう、この無双タイム強すぎんだよ。バランスブレーカーでからのそっち、そっちか。行きましょうか。あ、待って、その人何？新キャラだよ、新顔さん。いやー、近くに来た。いて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 、待って待て、ま、待て待て、見えん見えん、マジ見えん。どこ？こいつ、なんだこいつ。フラグ。こいつはショットガンかな。よし、ワンショットキル。ほんでもう敵いません。よし、やったね。で、からの措置。 CPU どこ、どっち、下。よし、ここに降りて、で、この先、あ、ここは非常に SF っぽいぞ。いいね。そう、これを求めていた。で、どんどん下っていく。危ない。ほんで、こっち来て、どこらへん？あそこね。よし、さあ降りて、でブーストよいせ。で、ここの卵もうダメでしょ。もうこれ判定ない、勘弁したるわ。よし、でこっち、ここもいそうだな。出ておいて。あ、ただ弾がね、実弾がない。で、こっちね。これをどうすんの？殴って、これ殴って壊すんか。あ、で、この、ここ怖えな。あー、フリーザ様。よし。ゼノモフとかにぜひ出てきてほしい。他いません？もっと来るんでしょ？おいで。怖くないよ。置いたんだよ。で、こっち。ね。で、そこ普通に渡っていける？ん？落ちるんか。いって。ほんで？で、からのこっち。あ、これ、連中の巣穴っぽくな。あー！連中の巣だ。カウンター OK で、このこれどこに繋がってんの。よいしょ。あ、ここすごいな、このライティング。これいいね、萌えですね。で、さらに下。これ、帰っていけるか？で、ワーニング。ハイプレッシャー。高圧コーナー。ただ、特に何も起こんない。よし。で、そっちね。あー、でででで。まだ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 。いかんでしょ。おい。ん、これ、死んだんじゃない？だよね。いや、これ申し訳ない。ガーディアンが倒された。うん。で、こっから。これいいの？情け。よしよし。CPU ネットワークが妨害されました。あれは絶対背部に聞こえましたね。急げ、ガーディアン。よし。
そんでお家帰る？ CPU を手に入れましたが、背部を怒らせてしまいました。地表まで逃げ切れるかどうか。司令官、このままじゃまずい。ガーディアン、環境都市の中心まで行けるか。そこへなら迎えに行けるはずだ。ホリデイ。ああ、うん、任せて。さあ CPU 抱っこして、これに乗る。よし、運転席に乗る。これ乗って、ほいで。特に砲台とかない。よし、これ気持ちいいわ。引き殺していける。あ、ただこの先が環境都市の中心です。そこから脱出する。車の走行、走行もある。もうすぐ離陸する。すぐ迎えに行くから待ってね。さあ全員潰して。よし、アマンダ。何？気をつけて。行くんだぞ。で、ナイト、ナイト引いて。もうなんかゲーム違うな。これ、お、次。これ本当に出口まで行けんの？よし、どういたどういた。あ、待って、あいつら、それいかん、それいかんって、それいかん、マジでマジでいかん。さあ、せん、さあ素通りしてナイト潰し、で再びナイト、ナイト潰し。よし、ナイトさん死んだ。こっちもよう向かってくんな。さあ、でなんか死んないけど、出口っぽいところ、地上か。いや、しっかり見えてるよ。人工の地上ね。だよね。2人ともよくやった。その CPU を司令部に持ってきてくれ。通信を解読するぞ。よしよし、ようやく正気が見えてきそうだ。さあ、これでミッションクリア。どうかな。その名はオールマイティ。レッドリージョンのドミヌス・ガウルが長い研究を経て開発した最終兵器。ガウルは何百もの世界を征服した。抵抗した世界は全てついえていった。あのオールマイティは恒星をも破壊する。ガウルの野望を止めることはできない。奴の目的はトラベラー。そしてその光、今オールマイティは私たちの太陽に向けられている。つまり我々は戦いに負け、全て失った。トラベラーの守護のもと故郷を築いた。敵の襲撃に対し壁を作って何世紀も防衛した。だが今壁は無意味だ。この敵は我々から故郷を、
光を奪った。そして存続の危機さえ迎えている。すぐに乗り込むぞ、このオールマイティに。艦隊の準備はいつ整う？司令官、待って。待っていたら全滅だ。だが共に襲撃すれば取り戻せるのだ。故郷、光を、希望を。死んでも本望だ。ファイアチームが必要だ。イコラとケイドが必要だ。さあこれでミッションクリアで、新ワールドネッスス、これが登場。ネッスは探索されたことのない未開の地で、太陽系の端に吊る氷の岩だ。そこには何もないはずだが、ネッス駅ケイド6を見つけろ。さあどうね、今回も一旦これで終わりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回デスティニー2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。よく来た。どうした？